ところで金子さんはスポーツに対してどのように取り組んでいくお考えですか？そうですね、佐野市はリーディングプロジェクトにスポーツ立志を掲げています。そのスポーツ立志をより具体的に進めなければなりません。そのためにはスポーツ医科学センターの設立が重要であります。スポーツ医科学センターの設立をし、その中に子どもたち、障害児者、高齢者を通した体力ばかりではなく栄養面や精神面の向上も図ってまいりたいというふうに考えています。スポーツを通してスポーツの向上を図ること、そして市民の皆さん方の健康にも視点を当てていきたいというふうに思っております。スポーツ医科学センターはその意味では重要な役割を果たしています。私の政策の柱、人とのつながりにもつながっていくものだというふうに考えています。